今月いっぱい、今月末まで緊急事態宣言を延長することを決定いたしました。当初予定していた1か月で緊急事態宣言を終えることができなかったことについては、国民の皆様にお詫び申し上げたいと思います。月月は収束ののための1ヶ月でありそして 次なるステップに向けた準備期間でありますどうかご理解とご協力をお願い申し上げます